どうもゲームギークです。今回は2台の機器の映像をボタン一つでポチッと切り替えられるドッキングステーションの BenQ B-Creators DP1310 をご提供いただいたので紹介していくよ。この機器はね、最初自分に必要なのかどうかっていうのを判断するのがちょっと難しいなと思ったんですよ。ですけど、そもそもドッキングステーションっていう強みがあるのと、使ってみて気づいた、うわこれ便利じゃんっていう発見がちゃんとあったので、この動画では私のセットアップや環境を含めて詳しく解説していければなと思ってます。まずドッキングステーションとは何ぞやというのはですね、簡単に言うとパソコンにより多くの機器を接続できるように拡張するためのデバイスのことっていうのかな。特にノートパソコンなんか、私は MacBook 使ってますけど、端子がねすごく少ないんですよ。 M1 なんですけど、これ2口しかないの。左に USB-C が2つ、右側はねオーディオジャックのみだから、 USB はすぐ埋まっちゃって、あんまり機器を多く接続できないのがネックなんです。モニターとハードディスクドライブとか繋いだらもう埋まるから、例えばね SD カードを挿そうと思ったらどっちかを外して付けるしかないっていう、これね非常にめんどくさいんですよ。そこにドッキングステーションを繋げてあげると、ドッキングステーションについている USB 端子を活用することができるので、より多くの機器を繋げられるというわけ。もちろん USB だけじゃなくて LAN だとか HDMI も接続できます。これはドッキングステーションの持っている端子にもよるんですけど、 DP1310 では13もの端子が用意されています。で、今回紹介する DP1310 の大きな特徴は、2つの機器から映像信号を入力してデバイスでスイッチングしてどっちを出力するか決められるという映像切り替え機能を持っているところ。ディスプレイのアウトが3つ用意されているんで、トリプルディスプレイまで対応しています。私はデュアルしか使っていないので、そこまでしか見せられないんですけど、ディスプレイリンクという技術に対応していて、ソフトをインストールすることによって MacBook など本来外部ディスプレイの数に上限があるものでもデュアルやトリプルディスプレイが実現できます。ただし HDCP という著作権保護技術に非対応なので、 Netflix のようなコンテンツは見られません。これはね、今ディスプレイリンクオフで視聴中なんですけど、これをオンにしてみます。すると画面が真っ白になって見えなくなってしまいました。で、ディスプレイリンクを切るとすぐに元に戻ります。なので映画とかを見るときは毎回ディスプレイリンクを切る手間があります。まあ、すぐにオフオンできますから、あんまり気にしなくていいかと思いますけど、ディスプレイをね1枚使って映画を流しておきたいみたいな使い方はできません。できたらよかったね。 DP1310 はノートパソコンでの使用を前提として設計されていると思ってるんですけど、私的におすすめなのはノートパソコンを使っていてゲーム機と切り替えたい方、デスクトップとサブでノートパソコンを使っている方、 PS5 と Steam Deck のようにゲーム機同士を切り替えたい方、デスクトップしかないよって場合は USB-C 端子が活かせない可能性があります。これを活かせるノートパソコンとか Steam Deck といったゲーム機を持っている方には超便利だと思います。ここで DP1310 の付属品を見てみます。とりあえず本体、電源ケーブルとアダプターはこんな感じ。かなりでっかいので置き場所工夫しないとですね。USB-C ケーブルは 1m です。 HDMI 2.1 ケーブル、 8K 対応、 1.8m です。あとはクイックガイドとか保証書とか、保証は1年間です。 DP1310 のデザインを簡単に見てみますと、全体的に高級感のあるアルミ素材です。比較的ミニマルな見た目で、でかいグリーン系のボタンがワンポイント。このでかさがいいですよね。遠くからでも押し込みやすいんで、エイムガバガバでも決まるっていう。トップは凹凸のある放熱性能に優れた形状をしています。下には滑り止めパッドがあるので防滑性が考慮されています。これは簡単に取り外し可能で、違う場所に付け直すことができます。面白いねこれ。横置きでも縦置きでもいけるので、デスクのセットアップに合わせて隙間に置くことも可能です。それぞれ端子を見てみます。まずフロントからですが、 10GBps の USB-A 7.5W が2つ、 USB-C PD36W が1つ、 3.5mm ヘッドホンジャックが1つ、グリーンのボタンは切り替えスイッチ。次にリア側を見てみましょう。左から 480Mbps の USB-A が2つ、 1GB の LAN ポート、 10GBps USB-A 7.5W が1つ、 HDMI 2.0 のアウトとディスプレイポート 1.2 のアウト、 HDMI 2.1 のイン、 HDMI 2.1 のアウト、そして USB-C のイン、これは PD100W で、一番右が本体用の電源です。緑と水色の囲みで分かれてて分かりやすいんですけど、これはそれぞれのインがどのモニターに出力できるかを表しています。このツートンカラーがメインのアウト、左に挿した HDMI 2.1 のインと右に挿した USB-C のインを切り替えられます。実際にグリーンのボタンで切り替えるのはこのアウトからつなげたモニターだけってことですね。 USB-C に関してはさらに2つの画面をディスプレイに出力することができます。
メインの HDMI 2.1 アウトの映像は最大で 4K120Hz または 8K60Hz で出力できます。その他のアウト2とアウト3は最大 4K60Hz です。フル HD だとどうなんだいということで、 HDMI 2.1 に Windows を入力して試したところ、最大で 240Hz でした。私のモニターは 360Hz なので、フルスペックを活かせなくなっちゃうのがネックかな。ただ 240Hz 以下のリフレッシュレートのモニターなら全く心配いりません。ではここから私のセットアップで解説してみます。私の場合、 MacBook M1 を USB-C のインに入れます。これで充電しながら MacBook Pro の映像を送れるんです。やっぱりね、ディスプレイポートオルタネートモード最強で、左の HDMI 2.1 インには Windows からの HDMI を接続、真ん中の HDMI 2.1 アウトからは 4K モニターへ接続します。さらに HDMI アウト2をフル HD ディスプレイに接続。私はトリプルモニターを使っていないので、以上のデュアルで説明していきます。これでどうなるかというと、 4K モニターには通常 Windows の画面を出力しておきますけど、 Mac を使いたいときはグリーンのボタンを押すことによって 4K モニターが一発で切り替わります。切り替え時間はまあまあかかりますね。 Mac から Windows は3秒弱でかなり早い印象なんですけど、逆の Windows から Mac は6秒くらいかかりました。フル HD の方にも画面が拡張されているんですけど、そちらは手動で入力切り替えしなければなりません。私今までって MacBook の USB-C を直接この 4K モニターに入れてたんですよ。 BenQ EW3280U っていう 4K モニターなんですけど、非常に優秀で、最初から USB-C による給電と映像送りができたんです。なんですが、これだと Mac で複数のディスプレイが使えませんでした。 DP1310 を使うことで、別のディスプレイにも Mac の画面を映して、デュアルディスプレイ、トリプルディスプレイで使えるようになったのが大きいです。いつもね、編集作業しているので画面は大きい方が嬉しいんですよね。 EW3280U にはリモコンがあるんで、これで別々の口に入れた入力端子を切り替えられるんですけど、2回ボタンを押さなきゃいけないとか、たまに反応してくれないとか、リモコンどっか行っちゃったとかね、入力切り替えするのが頻繁だと、これがね結構ストレスになってたんですよ。ボタン一つで切り替えできるの最高です。多少画面切り替えに時間はかかるものの、ストレスは全くないです。ディスプレイ全部一気に切り替えられたら理想だったけど、そこまではやっぱり難しいですよね。 DP1310 は映像を切り替えるとモニターが切断状態になるので、切断された側で開いていたアプリやらが一部ね移動してくるんですよ。それがちょっとだけ鬱陶しいかな。これは仕方ないと思うし、大したことじゃないと思いますけど、 HDMI のみで切り替えるならこうはならなそうですけど、電源も供給してますからね。で、 DP1310 のさらにいい点は USB 端子がドカンと増えること。MacBook Pro だと本当に全然端子が足らなくて困っちゃうので、多分みんなドッキングステーションとか使ってると思うんですけど、やっぱり端子が増えると最高ですね。マウスとかキーボードつなげたり、外付けハードつなげたり、 LAN も刺さるんで Wi-Fi よりも安定しますし、私としては SD カードのスロットあったらなお最強でした。フロント側にも USB があって、 36W のところからはスマホとかも急速充電できます。ケーブルはまあ邪魔だけど、いつでも外せるしね。ちなみにこれらの端子っていうのは USB-C で接続している機器でしか使えません。充電だけって場合は置いておいてね。私のセットアップの場合は Mac です。 Windows からは HDMI 信号を入力しているだけなので、その他の端子の機能群は使えません。本当はどっちもデータ通信できて、外付けハードとか共有できたらね、すごく助かったんですけど、 HDMI で片方入力している以上、それ1本では絶対無理ですよね。 USB にマウスとキーボードの絵が書いてありますけど、これは2つの機器間で共有できる KVM モードとはちょっと違います。ではゲームキットの切り替えを見てみましょう。私は Windows と Mac 両方使ってるんで、これまで紹介したみたいな使い方してるんですけど、片方しかない人の方が大多数だと思うんですよ。ですけど DP1310 はゲーム機との接続でも強みを発揮するので、そっちのセットアップもぜひ見てみましょう。まず MacBook を USB-C につなぎます。そして PS5 からの HDMI を左側の HDMI 2.1 インに入力。これで真ん中のケーブルを 4K モニターに接続します。これで MacBook と PS5 の映像をボタン一つで適宜切り替えられるようになりました。自宅で作業もするけど、ゲームも同じモニターでするよって場合には簡単セットアップでいいですね。また MacBook ではなく Steam Deck を USB-C につなぐことで、ゲーム機器の切り替えも可能です。 Steam Deck はどちらかというと PC に近い機能を持っているので、 LAN ポートや USB 端子にマウスやキーボードを接続するといった部分も役立ちます。というわけで BenQ B-Creatus DP1310 のレビューでした。セットアップの組み方が人によって違うので、ちょっとねとっつきにくいなって感じるかもしれませんけど、モニターに全部ケーブルを接続できなくて毎回ね入れ替えてたりするんだったら救世主になるかもしれません。私が使っててよかったなって思った点は、 MacBook と Windows の切り替えがボタン一発で楽に済むようになった。 MacBook で別モニターに画面を拡張できるようになった。
MacBook で使える USB 端子が増えた、 LAN ケーブルも挿せます、スマホの充電が机上で簡単にできるようになった、 PS5 と Steam Deck みたいなコンソールの切り替えもできると、こんな感じで確かにありがたみを感じてます。ただしフル HD は 240Hz までの対応なのに注意です。私はあくまでね 4K モニターの方で使ってるので影響ないんですけど、メインモニター 360Hz とか 540Hz のモニターを使っている場合だと制限があるかも。 DP1310 は机の上に置いておいてもミニマルな見た目なので邪魔せず、インテリアとしてもね優秀だと思います。価格がね5万円超えはちょっと高いなと思うんですけど、使用用途をドンピシャの人にとってはめちゃくちゃいい買い物になるんじゃないかと思ってます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。